白上郷柴田町船岡城市公園スロープカー、飛鳥山公園モノレール奥多田見スロープカー楽々、郷皿、倉山スロープカースロープカーは、株式会社加保製作所が開発、制作している小座式のモノレール車両で、同社の登録商標である。その名前の通り、施設敷地の入り口から建物の玄関口までの間に、急な坂道や階段がある場合において、 主に歩行困難な老人や車椅子利用者の輸送を目的としたバリアフリー対策として導入されるケースが多い。また、地形的に健常者でも歩行困難な2転換を連絡する目的で設置されることもある。車体長さ3メートル程度で定員4から8名のものと車体長さ6メートル程度で定員30名程度のものがある。二両編成になっているものもある。 通常の鉄道車両としての小座式モノレールは、コンクリートのレールの上をゴムタイヤで走るものが多いが、スロープッカーは、ラックレールに似た構成のレールと車体に取り付けられた、歯車の組み合わせで坂を登っていく。これにより、最大45度の途半が可能である。主電動機は、カゴ形3小誘導電動機が使用され、VVVF インバータ制御で、 速度制御を行う。いずれも、走行機器類は安川電気製である。車体指示部に、車両床面水平自動制御装置を装備し、レールの勾配が変化しても常に、車体の水平を保つように制御されている車両もある。利用者のボタン操作により、自動的に作動し、目的地で停止するようになっているため、運転士は不要である。走行速度が低いものが多く、 健常者であれば、スロープカーに乗るよりは歩いた方が、施設内の目的地に早く到着するケースが多いが、これはこの乗り物の性質があくまでも坂道や階段に対する補助であるためである。現在強用されているものは全て、日本の法律上はエレベーターに分類されるため、鉄道事業法や軌道法に基づく、鉄道、軌道路線ではない。その他、個人宅においても、 採用例がある。ありがとうございます。